パーティー用品専門店のパーティーシティという場所に来ました。ここはアメリカならではの店だと思いますので、ちょっと探検してみましょうか。店内がこんな感じ。今はハロウィンシーズンだから、結構ハロウィングッズがいっぱいですね。ちょうど面白いシーズンです。この店に来るには骸骨がいっぱい。もうハロウィンといえば骸骨ですよね。あ、まだある。ずらーっと全部骸骨。これね、ハロウィンにはトリックオートリートっていうのがあるんですけど、まあ、子供たちがかぼちゃのバケツ持って街中を歩いてこうキャンディーをもらうっていうやつで、これそれぞれ家がいろんなデコレーションしてて、家によってはお化け屋敷みたいに演出してる家があって、これが霧がふわーって出るようなマシンですね。これ発泡スチロールで作られた墓石。これ前庭に飾ってるとかいっぱいいたりとかします。この墓石だけでどんな種類あんねんっていう感じですよ。見てください、ずらーっと。こんなポピュラーなアイテムなの？これこれでかい手やな。何、どうやって使うんやろ。この手がこんな感じ。フォルトかなんか何気にめちゃくちゃよくできてますね。犬の骨。これ面白い。こっちに行くと、お、こうなる。あ、こっちも。こういう騙し絵。しかしこんな怖いおもちゃばっかり作ってるとは暗い気分にならへんかな。てか僕も人のこと言えへんけど、結構残虐なゲーム作ってるから。あれすごいですよ、なんか体の部分全部入りの食料品みたいな怖い怖い。ハロウィンパーティーするためのこうお皿とかいっぱいずらーって売ってますね。これとか面白いですよ。こう手の形したゼリーの型と、これとか脳みそのゼリーを作れるっていう。これとか背骨がくっついた頭蓋骨のロートですね。ここにワインとか流し込んでグラスに付くのかなこれとかこうここにテキーラとかなんかスピリッツを入れて置いとくやつ。このカップケーキのデコレーションかわいいですね。指怖いけど。あといろいろこんなんありますよ。こんなん気持ち悪いの作るわ。チーやって、これブラッドカプセルやって、日本のプロレスラーがよく使うやつかな。これが夏の商品かな。夏プールサイドとかで遊ぶような。もう夏も終わりましたね。このセクションもうそろそろだいぶ小さくなっていってます。他にもねハロウィン用品がいっぱいです。こんな、これはアメリカのさかなクンかな。今年ホットな仮面ですね。これは任天堂オフィシャルなのかな。ちょっと欲しい。これなんかブラックデビルで古いかな。知らん人いっぱいいるやろな、きっとブラックデビルのこと。この帽子いいですね。今年のハロウィンは僕はこの帽子かぶって謎のアジア人になろうかな。他にも帽子がいっぱい。これほんの一部。こういうニット帽も可愛いです。お、もっとニット帽がこっちにありました。帽子とかもいっぱい売ってますね。全部可愛いですね。なんかおもちゃのサングラス、これ面白いですよ。全部パッと持ってあとは何がある。あ、ピカチュウサングラス。あと亀忍者。お、マスクがいっぱい。これとかゲームオブスローンのあれですよね、ホワイトウォーカーの。お、めちゃくちゃよくできてるやん。これピエロちゃうけど、なんやろ、ニワトリすごいなこれ。他にもマスクがいっぱい。これなんやろこれすごいなこれ、ベイビーマスクやって赤ちゃん泣いてる。
強烈やな。面白いか、かぶってみようか。すごいなこれ。怖い。お、武器がいっぱい。こう昔あのソウルキャリバー作ってる時にこういう武器いっぱいありましたよ、会社に。こういうの振り回して参考にするんですよ。またこれも怖いな。血がついてます、いっぱい。これ赤いな、全部赤すぎやで。他にもいろいろ。これが DC コミックものですね。ワンダーウーマンとかバットマンとかね、あとはキャプテンアメリカ、あれはマーベルか。他にもこういっぱいずらーっと。子供用かな、これは。スターウォーズものですね、ここは。ヨーダの帽子これマーベルものですね、ここは。ハルクの T シャツ、スポンジボブですねいろいろありますね。この個人的にこのパトリックの帽子欲しい。忍者タートルものですね。最近また流行ってんのかな。これがミッキーマウス、ディズニーものかな。なんかディズニーものが案外少ない。これが任天堂っていうかゲーム系かな、マインクラフトとかマリオとか。なんか年代別に分けられたものが売られてます。これとか20年代とか50年代とか60年代70年代とか、結構テーマに分けられたパーティーが結構あったりとかするんで。こっちだと70年代パーティーとかだったらね、こうディスコ風にこうカッコしたりとかするんですけど、なんか面白いですね、こういう風に分けられてるの。プリンセスもの、女の子はもうみんなこんな感じですよね。ちょっと大きくなっていったお姉ちゃんたちはこんなちょっとゴスな感じ。なんかゾンビグッズがいっぱい。ゾンビもハロウィンのコスチュームの定番ですよね。魔女、なんかメキシコ人とかカウボーイとかインディアナ・ジョーンズとかインディアンとかいろいろあります。これ海賊グッズですね。海賊はかなり多いですよ、いつも毎年。こうバースデーグッズ、風船、1歳おめでとうとか、これが包装紙、プレゼントとかの。こうバースデーパーティーとかに使 う, こうお皿をいっぱい売ってますね。いろんな色の紙皿とか紙コップとか、パーティーに使うような食器ですよね。キャンディーいっぱい、こういうの子供の時に袋にいっぱい詰め込んだの覚えてますよ。これ毒々しい色やな、絶対体悪くするわ。でかいなこれ。これはトリックオートリートに来た子供たちにあげるキャンディーですね。なんかいっぱいあります。子供たちの誕生日パーティーするときに、こっちだとあのグディーバッグって言って、最後にお土産を子供たちにみんなに渡すんですよ。来てくれてありがとうっていう意味を込めて。でその中にいろいろこう小さいおもちゃを詰め込んで入れるんですけど、割とあの子供たちはそれが目的で誕生日パーティーに行ったりとかするんですけど、結構ね日本にない面白い文化ですよね、それが。これすごい色やな。これケーキデコレーションのセクションですね、これは。
アメリカの塗り絵。パワーレンジャー人気。これがキャラ別に分けられた小物かな。 WWE とか戦争ものだったりとか、これなんやろ、新しいの、新しいキャラかな。恐竜とか、これスカイランダー、あとピカチュウ、まあいろいろありますよ。こういう風に一番の売れ筋はなんなんやろな、売れてる商品はもうスターウォーズとかなんかな、きっと。またあった、パワーレンジャー、トランスフォーマーとかね。こっちがディズニーもの、ディズニープリンセスは強いですね。日本もの、あったあったあった、キティちゃん。でも全体的に少ないな、ちょっと。さあ、いろいろあります。子供の誕生日に地元の野球チームとかのテーマにしたパーティーが多かったりするので、こういうのが売ってます。サンフランシスコジャイアンツとオークランドエイズ、あとはゴールデンステートウォリアーズですよね、49ers と、オークランドレイダーズ、地元の大学グッズですね。スタンフォードと、キャル、UC バークレイ、ベビーシャワーとか。ベビーシャワーっていう文化がありまして、こっちは赤ちゃんが生まれる前に妊婦の人をなんかみんなが囲んでパーティーして、それでなんかいろんなゲームをするっていうイベントがあるんですけど、それ用のものなのかな。これメキシコの日本でいうスイカ割りみたいな、ここにキャンディー入れて、こう棒で子供たちに殴らせて、壊してキャンディーを落とさせるっていうやつ。このピニャータめっちゃでかいですよ、これすごいでかっ。あとはこう風船がいっぱい、これでかいな、めっちゃでかいです、あれ。今日は以上です。またハロウィン近づいたら他の店でもっといろいろ取材してみます。それでは。